では今回中華そば押谷さんにお話を伺ってるんですけれども、まあ、中華そば押谷さんの屋号の由来を教えていただけますか。はい、まあ由来、僕の名前が押谷だからです。そんな気がしてました、はい、まあでもね、自分の名前をお店の名前にするって結構勇気がいることやと思うんですけども、そこは、はい、俺は押谷だぞっていうところで、ね、なんか最初はいろんな名前を考えたんですけど、はい、家族とかから、はい、まあ、ソース感を食らって、その場合はもうシンプルに、なるほど、はい、推しも恐れの押谷さんですね楽しみです。じゃあ続いて一応メニュー構成パッとメジャーなところで塩そば、醤油そば、混ぜそばってあるんですけれども、はい、この塩そばと醤油そばについてちょっとお店の人のこだわりなんか伺えたらなと思うんですけど、はい、スープは丸鶏のスープと水とで取ったスープなんですけれども、まあ、そこに塩は、トリュフの香味油をですね、で醤油はポルチーニの香味油で、ちょっと他とは違うような、まあ、その差別化であるを測っているような、香味油で差をつけて、スープは共通のものですか。スープは共通のものです。でもなんかそれぞれ返しに何かこだわりとかってありますか。そうですね、醤油は奈良市の京畑にある井桁醤油さんの醤油を何種類か使って、まあ、そこからブレンドさせてもらって、やっている醤油と、でも塩は、貝柱であったりとか、あのエビとかを結構魚介を大量に投入して作った塩だれですね。ありがとうございます、はい、では最後にこのインタビューを見てくださっている読者様にメッセージいただければと思います、はい、カメラに向かってお願いします。はい、うちは、当店は安心安全をテーマに、小さいお子様から、お年を召したお客様まで安心して食べていただけるようにラーメン作りしていますので、どなたさんでも気兼ねなくご来店ください。以上で、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。